新英区は台湾台南市北部に位置する四角区。前は台南県の都心、2010年12月25日、台湾省が管轄する台南県と台南省葛市が合併して新たに台南直轄市となった。今は台南市直轄市北部の都心。台南市政府民事施政センター、台南市、民事議会堂台南地方検察署新英。 検察事務所台南市政府警察局新英区交所、新英駅台南市立新英スタジアムにある、追加カ道元記念碑旧新英製党工場第一、出張宿舎新英区は、台南市の北端に位置し、北海域線の南 20km の急水系北岸に位置している。か南平原の中心として、東は東山区と、南は竜英区と、西は遠水区と、北は、 公平地区と接している。平原に位置し、丘陵地や森林地帯、保安銀区は存在していないため開発はかなり、進行しており91%の土地が、すでに利用され、未開発地域は、新栄清水場の北、給水系が水源として保護されている、地域等に限定されている。気候は北海域線の南に位置し、また、暖流の影響を受け、 亜熱帯海洋性気候に属している。年間平均気温は摂氏23度、年間降水量は2000ミリメートルとなっている。新英区は、民末、低成功が、阪神また民の活動を行った地域であり、軍隊を駐留させたことから、新英と命名された。新大に入り後期年間になると新英は初羅県、大京壁村に帰属し、県流年間以降は、 かよし県大使宮保及び一部分は鉄線京保に帰属することとなった日本統治時代は大使宮の管轄と改変されて大使宮保新栄省となり後に台南州新栄軍新栄省と改変された戦後は台南県政府が新栄陣に設置され塩水鎮に代わって台南県系北地方の中心地としての地位を 確立したが、近年東京の不況に伴う主教が推備している。新栄ロータリー、ありがとうございます。